では今日のタイトルを確認しましょう。ルカの福音書77回、弟子道に関する逆転の発想その2、ルカ17-11から19。では朗読をお願いします。ルカの福音書第77回、弟子道に関する逆転の発想その2、ルカの福音書17章11節から、 19節。さて、イエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、サラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを哀れんでください。と言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。 言って、自分の体を祭司に見せなさい。すると、彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は、自分が癒されたことがわかると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。すると、イエスは言われた。十人清められたのではなかったか。 9人はどこにいるのかこの他国人のほかに神をあがめるために戻ってきた者はいなかったのかそれからイエスはその人に言われた「立ち上がっていきなさいあなたの信仰があなたを救ったのです」はいありがとうございましたではもう一度タイトルを確認しましょう「ルカの福音書77回」 弟子道に関する逆転の発想、その2、ルカ17の11から19ですね。さあ、ではいつものように文脈の確認をいたしましょう。今、ルカの福音書のどういうところに来ているかですね。1番目、ルカはエルサレムへの旅という枠組みの中に主主の教えを配置している。イエスは今、 十字架にかかるためにエルサレムに向かって旅をしていますその旅の途中でさまざまなことを弟子たちに教えておられます弟子訓練を行っておられますそれが大きな文脈ですね今ルカの福音書17章に来ていますが前の章ルカ16章のテーマは弟子の責務弟子の責任ということですね これが十六章のテーマでした。特に富の使用に関する教えが語られた。まあ、富とどう付き合うかですね。富をどのように用いるか。なぜかというと、ユダヤ教の指導者であるパリサイ人たちが多くのユダヤ人たちをつまずかせていたんですね。信仰から遠ざけていたわけですね。彼らは人々を神に 導いてこなきゃいけない人だったけど逆に人々を神から遠ざけ信仰から遠ざけていたこれが16章のテーマでしたそれを受けて次17章ですね17章のテーマは弟子たちも同胞につまずきを与えることがあるという警告ですね。わかりやすく言うと人々をつまずかせているのはパリサイ人たちだけではないんだよ イエスの弟子も注意しないと同胞につまずきを与えることがあるから注意しなさいという警告。これがここでの教えですね。そして前回からお話しているのは私たちには、つまりイエスを救い主として信じた者たちには何が必要かというと、弟子道に関する逆転の発想が必要である。弟子として生きていくということはどういうことなのか。 今までの生活の延長線上にあるんじゃないんだということ。今までの生活に少し飾りをつけた程度のことではないんだということですね。逆転の発想が必要であるということです。そして、とっても大事なのはこのことです。この弟子道に関する逆転の発想が必要な理由ですけど、ここでの教えはこれです。 神の国が成就することを前提とした逆転の発想であると。これ何度でも強調したいですね。つまり、やがて神の国が地上に成就する。今は悪魔が支配している世界だけれども、やがて神が支配する世界がやってくるんだ。イエスを信じた者たちは、そのことを前提に、そのための準備をする必要がある。 これがここでの教えの根本的な土台になっている背景ですね。神の国が成就することを前提に逆転の発想が必要となってくるということですね。さあ、これが大きな文脈でした。今取り上げているのが、ルカの福音書の17章1から19ですね。これを今再確認してみましょう。前回からこの箇所を取り上げてますが、 この箇所を私は5つに区分して説明をしています。ちょっと前回の確認も兼ねて内容を読んでみましょう。1番、つまずきを与えることは深刻な罪である。1節、2節。2番、罪を犯した者を許すことは弟子の責務である。3節、4節。3番、信仰は量ではなく質が問題である。五節六節。つまり、 信仰が多いかどうかではなくてて誰に信頼しいいるかが問題だととうことです4番責務を果たすのは当然のことである弟子として責務を果たしてもそれを自慢したり誇ったりすべきではないなすべき当然のことをしただけなんだという発想が必要だということですね。そしてこの1から4までは前回のメッセージで取り上げた箇所なんです。 で今日は5番目だけ残っているこの箇所を取り上げたいと思います。5番は「感謝を忘れてはならない」。11から19節ですね。もちろん通常私たちは人々に感謝を表現するものですけど、まあ、そういうレベルのことではなくてもっと深い意味で「感謝を忘れてはいけない」。これが今日の箇所11から19節ですね。さあでは今日の アウトラインを見てみましょう今日はですね、まあ、今日の背景になっているのはこれですね10人のサラート患者の癒しこの出来事を通して感謝の重要性が教えられていくわけですでここではイエスはサラートを癒すんですけどイエスの神聖の証明は主要テーマではない、まあ、イエスが印を行われ神であることを示された こここれははでででの主要テーマではないんですもちろんそのことは事実ですがルカが伝えようとしている主要テーマではないということです。前回の教えの中に「責務を果たすのは当然だと思え」てこれ4番目の教えでしたね。なんかそう言うとイエス様は冷たいなという感じがするかもしれませんする方がおられるかもしれませんがこのことと「 今日出てくる恵みによる癒しが対比されてるんです。やっぱり神は冷たいお方ではなくて恵みによって私たちを扱ってくださるということがバランスよく配置されているわけです。そして3番、恵みに対して感謝を表すことはイエスの弟子の責務である。これが今日の結論になっていくわけですね。そこで今日の箇所の アウトラインを確認しましまょう今日は3つの部分に分けてお話を進めていきます。1番目10人のサラート患者11から14節2番戻ってきた1人のサラート患者15から16節3番弟子訓練の言葉17から19節この出来事を通してイエス様が弟子たちに教訓を与えるこれが今日の 内容ですねそして今日の結論今日は前回の内容も含めて復習をしながらこの2つの点を確認したいと思います。10人のツアラート患者から学ぶ教訓2番サマリア人のサラート患者から学ぶ教訓これが今日の結論着地点ですね。ではもう一度アウトラインを確認しましょう。10人のサラート患者。 2番戻ってきた1人のツャラート患者3番弟子訓練の言葉そして着手点結論10人のツャラート患者から学ぶ教訓サマリア人のツャラート患者から学ぶ教訓これが今日の着手点でありますねさあこれでイントロダクション終わりました今日は弟子道に関する逆転の発想2番目のメッセージですね じゃあ準備できましたのでこれから本論に入っていきます。ご準備よろしいですか。行きますよ。Are you ready? はいありがとうございます。では行きましょう。さあ一番目のポイント。十人のチャラート患者。十一から十四節を見てみましょう。まず十一節です。 さて、イエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリレアの境を通られた。はい、この箇所を解説していきましょう。まあ、ここで地理的情報が出てきますね。イエスはサマリアとガリレアの境を通られた。向かっている先はエルサレムですね。途中でサマリアとガリレアの国境地帯を通られた。 境を通られたルカの福音書では地理的情報が出てくるとこれは新しいセクションの始まりを示しているんです。ですからここでは地理的情報が出てきましたので新しいセクションが始まったということで解説でも間違いではないんです。しかしか私は 今日取り上げているルカの17の11から19のこの内容を、弟子道に関する逆転の発想というタイトルのもとに含めました。なぜかというと、同じテーマが続いているわけです。同じテーマというのは何なのかというと、イエスの弟子にはどのような特徴があるか、あるいはイエスの弟子はどのような生き方を 目標ととすすべきかいいいうテーマが続いていますですからここは新しいセクションが始まったと考えてもいいんですが教えの内容はずっと同じテーマが続いているということですさあイエスはエルサレムに登ろうとしています通常エルサレムに登るルートはガリラエ湖のすぐ南に行くとヨルダン川を渡るんです ヨルダン川を渡って、ヨルダン川の東海岸を南に下っていくんです。というのは当時のユダヤ人たちはサマリア人の地区、サマリア地方を通ることを避けたんですね。まあ、衝突がよくあったわけですね。でここではイエスはサマリアとガリラヤの境を通られたわけです。ガリラヤの一番南と、 サマリアの一番北が国境地帯になってるわけですねそのあたりを通っておられたおそらくこの場合はヨルダン川の東側に出ないでそのままサマリアを南下していった可能性もあるんですわかりませんでも例外的にサマリアを南下する人々もいたわけでこの場合イエス様はサマリア地方を南に向かおうとされた可能性もあります いずれにしても最後の継ぎしの祭りを祝うためにエルサレムに登ろうとしている旅であるということこれはイエス様の交渉外の中の最後の継ぎしの祭りを迎えようとしている旅だということですねここでのポイントはサマリアとガリラヤの境を通られたということだから次の話が出てくるわけですつまり ユダヤ人とサマリア人のツァラート患者が同じグループの中にいるわけですね。これは珍しいことです。ユダヤ人とサマリア人の偏見、お互いが相手に対して持っている敵対心を考えると同じグループにユダヤ人の患者とサマリア人の患者がいるっていうのは珍しいことです。まあこれはここがサマリアとガリラヤの国家 共地帯だからこういうことが起こっている。と同時に、彼らは本当に悲惨な、惨めな生活を通過してますね。共通の苦難、つまり、ザラーと、激しい皮膚病ですね。これが彼らに仲間意識を与えたと考えられますね。このことからも、彼らがいかに大変な生活を経験していたかということが、 わかりますでは次1213節読んでみましょう。さあ12節から。ある村に入るとサラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち声を張り上げてイエス様先生私たちを憐れんでくださいと言った。これが1213節ですね。さあ解説しましょう。 ある村に入ると、10人のツァラート患者がイエスに出会いました。まあ、聖書でツァラートという言葉が出てきますけれど、これはヘブル語をそのままカタカナ表記に書いてあるんですね。これ皮膚病です。で昔はですね、ハンセン病じゃないかと思われてた時代もあるんですが、そうではありません。聖書のツァラートは、 広範囲に及ぶ皮膚病ですが、ハンセン病ではありません。で、これは隔離が必要な皮膚病ですね。まあ、古代世界では感染性のある皮膚病っていうのは非常に恐れられていたわけです。で、後になってわかりますけど、この10人ですね。10人いるんですけど、9人はユダヤ人、1人は サマリア人ですただルカの勲章がこれを書いているこの段階では10人の内訳はまだ出てこないわけです。後になってから出てくるこれはまあショッキングな内容を伝える一つのテクニックですね。さっき少し触れましたようにユダヤ人とサマリア人両者には人種的壁があって 一緒に住むということはまず考えられないんですが、彼らは一緒に住んでいる。なぜかというと、サラートという苦難がその壁を吹き飛ばしたわけですね。まあ、いかに悲惨な生活を強いられていたのか、お互いがお互いを憐れみ合うような、そういう共同体になっていたわけですね。で彼らは、遠く離れたところに立ち、 つまり一定の距離を置いたわけです。そして声が届くように声を張り上げて叫んだわけです。イエス様、先生、私たちを憐れんでください。と言ったわけです。遠く離れて立った理由は、猛暑の立法、特にレビキ13の45から46を読むと、そのように命令されているからです。 レビキ13章4546幹部があるツァラオトに侵された者は自分の衣服を引き裂き髪の毛を乱し口ひげを折って「けがれているけがれている」穢れていると叫ぶその幹部が彼にある間その人はけがれたままである彼はけがれているので一人で住む宿営の外が彼の住まいとなるだからツァラオトに。 犯されると非常に孤独な生活が待ってるわけですね社会的にも精神的にも肉体的にも孤独な生活が待ってるわけですね不安だったでしょうね希望がなかったでしょうね辛かったでしょうねささっきの聖句に戻ってください。でイエスが来られたのを見て彼らは遠く離れたところに立って 声を張り上げて助けを求めたわけです。何ていう言葉を使ったのか、イエス様、先生と呼びかけています。先生、これギリシャ語でエピスタテイスと言います。呼びかけになるとエピスタタという言葉になります。先生、エピスタタと呼びかけたわけです。この言葉は、ルカだけが使っている言葉ですね。10人の ザラート患者がイエスに向かってエピスタテイスあるいはエピスタタと呼びかけたわけですで。彼らがイエスを神のことを認めていたのかどうかはこれだけではわかりません。ただ一つ言えることはイエスに対して何らかの信仰を持っていたということ。だからイエス様先生と呼びかけて 助けけを求めたわけですね何だかの信仰を持っていたんです。14節イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を妻子に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。とありますね。ここでイエスは彼らに答えていますがおそらくね書いてはいないけれどおそらく イエスのこの答えっていうのは、十人のサラート患者にとっては、予想外のものだったと思うんですね。おそらく彼らが期待していた内容というのはこういうことだと思います。イエスは恵みにあふれたお方である。イエスは私たちの体に触れて、体に手を置いて、 癒しを祈ってくれるに違いないなこれが彼らの期待あるいは体に手を置かないまでも清めを宣言し言葉で癒しを与えてくださるお方これが彼らの期待だったと思うんですねしかしイエスは「自分の体を妻子に見せなさい」とだけ命じましたまだ癒されてもいないのに 体を祭祀に見せるっていうのは、これはなかなかできないことですね。しかしイエスのこの言葉はね、イエスの命令、イエスの言葉を信じて行動するなら癒されるという約束でもあるわけです。つまりイエスはここで彼らの信仰を試しているわけです。癒されたとか清められたとか宣言しないで、 祭祀のところに行って自分を見せなさい。そうすればあなた方は癒されてるんだという彼らの信仰を試す言葉なわけです。つまりイエスを彼らは先生と呼んだ。エピスタテイスと認めた。それが本当ならばあなた方はその言葉に従うはずでしょう。うそして信仰の結果である。 癒しを受け取るはずなんですというのがここでのイエスの答えですね。なんと彼ら全員がその命令に従ったんです。その結果何が起こりましたかすると彼らは行く途中で清められたつまり癒しを体験したということです。祭祀のところに行く途中で癒されたんですね。 祭司のところに行くっていうのは、サラートが癒されたということを確認してもらうためですね。祭司は医者ではない。彼らは幹部の癒しを確認する、まあ検査官のような役割を果たしていたわけです。これはね、レビキ13章、14章の規定なんです。社会復帰のための立法が書かれてあって、 イエスは社会復帰のための立法の規定を尊重されたんです。レビキ13章、14章。だから、祭子に自分の体を見せなさい。ザラートが癒されたと思ったら、祭子に自分の体を見せる。で、祭は癒されたという証明書を発行するんです。この証明書によって、元患者たちは、 ユダヤ人共同体に復帰することができるわけです。まあ嬉しかったでしょうねちょっとどれぐらいの喜びなのかこう体験した人でないとわからないでしょうね絶望の人生から社会復帰を果たし希望のある人生に瞬間的に変えられたわけですね。 さあ1番目のポイントこれで終わります。10人のツァラート患者の癒しでありました。さあ次2番目に行きましょう。戻ってきた1人のツァラート患者15から16これを見てみましょう。はい15節読んでみます。そのうちの1人は自分が癒されたことが分かると 大声で神を褒めたたえながら引き返してきてイエスの足元に入れ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。はい。ここで驚きの言葉が出てくるわけです。一人帰ってきた。それはサマリア人であったというわけですね。十人のうちの一人がイエスの元に戻ってきました。彼は自分が癒されたことがわかると何をしていますか 大声で神を褒めたたえたんです。そして、イエスの元に戻ってきたんです。神を褒めたたえたっていうのはどういう意味かというと彼はイエスが神からの使者であることを認めたんです。神の使いであることを認めたわけです。そして、イエスの足元にひれ伏して感謝しています。これは礼拝をするときの姿勢ですね。 つまり彼はイエスを礼拝したということです。神に感謝しイエスを礼拝したということです。その彼が、なんとサマリア人だったわけです。これは、ルカの福音書を読んでいるユダヤ人の読者にとっては驚くべきポイントですね。実は、この出来事がメインポイントなんです。彼は、 サマリア人であった。これが、ここでの話の中心ポイントなんです。この事実をもとに、イエスは弟子訓練の言葉を語ります。2番目のポイント、これで終わりました。3番目、弟子訓練の言葉を見てみましょう。17から19節ですが、まず17、18見てみましょう。ここから弟子訓練が始まります。 するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人の丘に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。と言われました。イエスはここで3つ質問してるんです。ちょっと確認してみましょうね。10人清められたのではなかったか。これが1番目の質問。2番目。9人はどこにいるのか。 3番目この他国人のほかに神を崇めるために戻ってきたものはいなかったのかこの3つの質問をしているわけですがこの3つの質問が何を浮き彫りにしているのかそれは戻ってこなかった9人のユダヤ人の感謝のなさを浮き彫りにしていますつまり癒しを受けたけれども 感謝を表すことをしなかったで。彼らはユダヤ人一般のある意味では代表的な人たちですね。ユダヤ人一般がイエスの奇跡は喜んだけれどもイエスに対して無関心でイエスを救い主として受け入れようとしなかったんです。だからこの戻ってこなかった9人のユダヤ人というのはユダヤ人一般の イエスに対する無関心を浮き彫りにしているということです。それに対して、次、19節それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。イエスは戻ってきたサマリア人を祝福されました。彼の従順な姿勢、 つまり感謝のために戻ってきて、そしてイエスの前に礼拝をした。彼の従順な姿勢は信仰から出たものです。癒しを受けたのもそうです。そしてその信仰はイエスに対する信仰である。先生とイエスに呼びかけた。彼は語っている通りの信仰を持っていたわけですね。 でそのイエスに対する正しい信仰が彼を癒したんです。そして彼を救ったんです。あなたの信仰があなたを救ったのですというこの言葉は単に病が癒されたという言葉ではない。彼は同時に魂の救いも得たんです。イエスを救い主として信じる信仰によって彼は魂も救われたわけですね。 これが弟子訓練の言葉。弟子たちに信仰による癒しと救いについて、イエス様教え。そしてユダヤ人ではないサマリア人がこのような信仰を持って救われたことの重要性を弟子たちに教えてくださったわけです。さあ今日の内容はここまでです。今から結論に入りましょう。結論です。 逆転の発想。神の国の成就を前提とした生き方。これについて話をしていきますが、あの、イントロダクションのところでも申し上げましたが、弟子としての生き方というのは、やがて神の国が成就するということを前提に、イエス様が語っている内容だということです。神の国が成就する。 つまりイエスを信じた者は今しばらくは悪が支配するこの世に住まなければいけないけれど最終的にはどこに行くのかというと神の国の市民になるんです。神の国の市民になるんです。これがポイントなんです。だからイエスの弟子として生きていくってことはまあ束縛された不自由な 生活を強いられることではないんです。まだクリスチャンになっていらっしゃらない方は、クリスチャンというのはいろいろ制約があって不自由だなと思われるかもしれませんが、そうではない。逆ですね、喜びがある、解放がある、生きる目的がある。だからクリスチャンは逆転の発想で、神の国の市民にふさわしいような 生活をしようと努力すす。るわけですそしてそのことを可能にしてくださるのがうちに住んでくださる聖霊という神ですね。聖霊の力と導きによってそのことが可能になってくるわけです。聖霊に心を開いて聖霊の導きに従おうとする人には聖霊の力が体験的にわかるようになってくる。 旅行に行くときのことを考えてください。日帰り旅行。まあ、ショールダーバッグ一つぐらいで行けますね。一泊二日の旅行。小さなスーツケースで OK ですね。私は旅行期間に応じて持っていく何種類かのスーツケースがあります。三泊四日ぐらいだと相当しっかり準備しなきゃいけないですね。一番準備するのが聖地旅行に行くときですね。 10日ぐらいの旅行大きなスーツケースに必要なものを詰め込むわけですが旅行に持っていくときの必要なリストが私は自分で作っったのを持ってい,ますいつもそれをプリントアウトしてそれをチェックしながら一つ一つ確認して入れていってるんですね。一番長く海外に滞在したのは留学した時の3年間です。その時はスーツケース1個では足りなかったですね。 相当な量のものを持って3年の生活に耐えられるように準備をしていきました。旅行に例えて考えてください。あなたや私は神の国に行こうとしてるんです。日帰り旅行じゃないんです。3泊4日の旅行でもないんです。3年の留学生活でもないんです。永遠にその神の国に住むんです。 神の国の国市民にふさわししいいいい。ようななな生きき方は、今かから準備していかなきゃいけないだから逆転の発想弟子訓練の内容ここで出てきた逆転の発想というのは神様が私たち一人一人を神の国の市民にふさわしいように変え神の国の市民にふさわしい特徴を持つように 導き訓練しておられるということこれがここでのポイントですねそのことがわからないと窮屈なクリスチャン生活が始まってしまいます神の国に住むことが私たちの向かうべきゴールですねそこで5つの逆転の発想を話をしてきました復習を兼ねてもう一度確認してみましょう1番 信仰が幼い者につまずきを与えることは深刻な罪である。はい。霊的に幼い人につまずきを与えることを軽く見てはならないということです。私たちが一番恐る,く恐るべきことは、信仰の幼い人や求道者を神から遠ざけるような失敗をしてしまうこと。このことを本当に恐れなければなりません。これがまず一番目。二番目。 あなたに対して罪を犯した者が悔い改めますというなら許してやる。無限大に許してやるということ。これは神様の性質を反映させた弟子の性質ですね。3番目。イエスは信仰は量ではなく質が問題であると教えた。私たちは信仰が強いとか弱いとかあるとかないとか、あるいは信仰を増し加えてください。 もっと信仰が強くなりたいというような言い方をしますがそうじゃないんだと。量の問題ではなくて質の問題なんだ。誰を信頼しているか。私たちが信頼しているお方は永遠の昔から永遠の未来まで存在しておられるお方。天地を作られた創造主であるお方。私たちを こよなく愛しておられる方。その方なんです。その方に信頼しているかどうか。その方を信頼しているかどうか。誰を信じているかが問題なんだ。これが3番目でした。そして4番目が、主人は奴隷に感謝を表さない。つまり、弟子としてなすべきことをしたならば、当然のことをしただけですと。言いなさい。これが 弟子の姿勢ですねそして今日取り上げた5番目1から4は前回学んだ内容です5番目が「感謝を忘れてはならない」今日このことを学びましたじゃあ1番目110人のサラート患者たちの応答を見てみましょう彼らはイエスの言葉を信じ それに従ったんです。だから、そこまでは信仰があったわけです。その結果、祭祀のところに行く途中で彼らは癒しを受けたわけです。彼らには信仰がありました。しかし問題は、その信仰に基づく忠実さがなかったわけですね。まあ、一人サマリア人が帰ってくるわけですが、ユダヤ人たちはサマリア人よりも 立法に関する知識を豊かに持っていました、まあ、比較にならないほどユダヤ人たちは立法について知識を持っていたわけですしかし知識はあったけれども彼らは感謝するためにイエスのところに戻っては来なかったまあ、ちょっと考えると私も先日コロナに感染してですね10日間ほど入院しましたが病院で 医師看護師の皆さんに本当にお世話になりました退院するときはもう感謝にあふれてですね本当にありがとうございましたとも言わざるを得なかったですイメージとしてそれだけお世話になっていながら元気になりましたからといって一言も声をかけないでスタスタと自分の足で歩いて退院していくような姿考えられないですね 9人のこのユダヤ人たちは実はそのようなことをしているわけです。彼らは感謝するためにイエスのところに戻っては来なかった。つまり彼らはイエスから祝福を受けることは得意であった。しかしイエスをメシアとして信じることはしなかった。そしてイエスに感謝を表すこともしなかった。これが ユダヤ人のサラート患者たちの応答ですね。まあ10人と書いてますけど1人はサマリア人で残りの9人の話をしましたね今ね。2番目サマリア人のサラート患者の応答どうでしょうかそれが今日の内容でした。このサマリア人は自分の身に起きたことは特別な恵みであることを理解したんです。 そして彼は神の恵みを受けた者には感謝を表す道徳的義務があることを理解したんです。イエスの弟子として与えられている義務は感謝するという道徳的倫理的義務ですね。もちろん日常生活で感謝を表してますが、しかしそういうレベルではなくて普通の人が気づかないような ところにも感謝すべき要素を見出していくこれがイエスの弟子の特徴ですねまあ先ほどコロナ入院の話をしましたまあまだ後遺症が若干残っているような状態が私も続いていますね多くの皆さんから後遺症は長引く場合があるから十分休息してくださいという温かい声をいただいてますね そのことを心をかけながら少しずつ元の業務状態に復帰しようと今一歩一歩進んでいるところですね。まあでもいい体験でした。今日のテーマに関連したことを言うと感謝すべきことがたくさんあることを発見しました。まずねどういうことを発見したかというと自分が動けなくなって初めて分かったこと。 こんなにも多くの人に支えられていたんだな。神様が私を支えていてくださることは分かっていたつもりなんですが、しかしこんなにも多くの人に支えられていた。感謝が足りなかったなということですね。また、普段は健康で自分の思うように働くことができていたわけですが、これ、 当たり前じゃないんだなということが分かりました。当たり前ではない。でも、このことについては、感謝を忘れていたわけですね。健康であるということは特別な恵みであるということ。このことも感謝の内容として発見することができました。また、弱い時も、主が働いて、ハウェスタイムの働きを 支え用いていいててくださったとととうこここのことも感謝ですね私たちが強くても弱くても主の力主の恵み主の愛は変わらないということを体験することができました。感謝について深く考え反省させられたのがコロナを通しての大きな教訓となりました。最後 詩篇百三篇一節から二節読んで終わりたいと思います。ご一緒に読んでくださいますかあの、単に発生するんじゃなくて、心から自分の信仰表現としてこれを読んでください。ご一緒に。我が魂よ。主を褒めたたえよ。私のうちにある全てのものよ。聖なる皆を 褒めたたえよ我が魂を主を褒めたたえよ主がよくしてくださったこと何一つ忘れるな主がよくしてくださったこと何一つ忘れるなまあ今日この礼拝終わった後 BGM が流れますがしばらく静まって忘れていたことはないかどうか思い返しながら主に感謝を表そうじゃありませんか。 それこそ神の国の市民にふさわしい特徴なんですね。神の国に向かって行進しているお互いが神の国の市民にふさわしい人格的特徴を備えていくことができますように。これからもイエス様の訓練に身を委ねていこうではありませんか。お祈りしましょう。 天の地なる神様、立法についての知識はあっても、本当の意味で神に感謝することがなかったユダヤ人のようではなく、戻ってきた一人のサマリア人のようにしてください。神様がしてくださったことのゆえに、皆を讃え、常に感謝を表すことができますように。 詩編103編にありましたように、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。このことをしっかりと肝に銘じて、今日、あなたの皆をた,たえ、あなたに感謝を表すことができますように。我ら一人一人を助け、祈りへと導いてください。主イエス・キリストの皆によってお願いします。アーメン。 はいありがとうございました。